釣り子 TV です。本日の動画はこちら。ゲイリー山本からいよいよ登場の山たぬきね。これでね、いい釣りができましたので、まずはこちらをご覧ください。ちょっと何匹か釣って魚がすれ気味になってきたから、波動を変えるために山たぬきを半分に切ったやつ、ね、これだと遠くに飛ばせるから、ちょっと新しい波動で、ね、山たぬきのね、今半分カットに変えたんだけど、うまいこと水をつかむとこう横アクションで上流に上流に登ってく小魚みたいな、そんな感じでこう表層に出してやって横横アクションすると、こう上に登ってきたいよっていう魚の。違うかな。いやでもこんな感じだと思うんだけどな。おーしゃく、おー、よいしょー、よいしょよっしゃー、あーバッタ見えますが、ヤマタヌキこれ沈めてパッて動かしたらね、こうやって食ったんだけどバレた。まんまあのゴリだからね、これは好きでしょ。バズほら食えた、もう一回よっしゃねえ食っちゃうよね。ごめんごめんごめん、見かけちゃったもんでごめんね。はい、ヤマタヌキにね来ましたけど、これ映ってるかな。あの以前に霞ヶ浦で半分にね分割したやつ、縦割りにしたやつを、脳進化脇差しでそんでもってね食わしております。ポイントはですね、まあちょっともうちょっとこれ外して、こんなね小さな針でやってるんですけど、まずねちょっとこいつあのちびっこなんでね逃がしてやります。ヤマタヌキフィッシュ、まずこれね逃がしてきます。はい、ヤマタヌキなんですけどね、こういう感じで半分に切って、さらにワッキー掛けね、マス針ワッキー掛けにして、それで見えバスが興味引きそうなところに置いておいて、要はこのゴリね、ハゼとかヨシノボリみたいな感じ、
をイメージして、でプルッププルッってね、プルッって動かしてパクってね食うね。今もね一回食いに来て食い損じて、その後ね、もう一回見っけたって感じでね食ってくれて、あとはさっきちょっとやってたけど、このまんまね表層で引くと横横アクションって言って、こう上に上に登っていくようなね微妙なアクションが出せるんで、こんな感じのリグでやってみております。まだねちょっとミエバスがいたんで、引き続き、これで狙ってみたいと思います。山たぬきの縦割り脇掛けセッティング、イエイ。山たぬきほんといろいろ使えるね。これ小森さんに一粒借りて半分にちぎったりなんだりいろいろ、あ、またねそこにミエバスがいるんで、なんかね岸際のヨシノボリみたいなのをね探してる風なんだよね。これで追いかけてった、岸に置いといて、で見に来たらそれでチュッてね動かすとね、もうそれでバクって食っちゃうんだけど、見切るときは見切る、ね、でもねなんだろう、この半分刺し仕様すごいね、ボリューム感がちょっとフルサイズだとなんかヘビーな感じかなっていうときにね、この縦割りセッティング、あ、やべ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 、今ねちょっと濁いが食いそうになったんだ、岸際に置いといてパッ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 って動かすと、なんかよしのぼりって感じのね絶妙な、でねさっきねちょっと食わしたんですけど、このまんま表層でピク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 すると、あ、横横アクションしてくれてね、流れに対して例えば上流に上流に遡っていくような、そんなアクションもしてくれるんですよね。で、これでブラックバスが後ろついたってなったら沈めてよしのぼりアクションに移行してもいいし、表層があんまりって時はもうこのまんまスモラバのねトレーラーとかにしても良さそうですね。結構秋とかなんかある一定のタイミングでそのハゼパターンみたいな感じでヨシノボリ変色するみたいな瞬間があって、そういう時にねこの手の形のワーム使うとすんごい入れ食いになったりするんですけど、まあ今さっきのはねちびっこだから躊躇なく食ってくれたのかもしれないけど、これでね一発デカバスが食わないかなとかね、そんなのもいろんなタイミングで試してみたいですね。横横アクション、表層だとねもう騙せなくなってきたから、ちょっとねスーって沈めるようにして、まあいいストラクチャーがあるってのはね間違いなくて、でそこのバスがこのシルエットなのかな、お尻のフリフリってアクションなのかな、ちょっとどこの要素が一番効いてるのかっていうのはまだわかんないんですけど、とにかく山たぬきを半分に切ったのをふわーってねやったりちょこちょこーってやったりするとね、もうねバスが狂ったように食ってきております。いやーすげえな、このボリューム感、が本当合ってるんだろうね、びっくり。いやー、お、ま、あーギルだね今度ね、ギルが尻尾、あーギルが尻尾とか加えてボディは食い切れなくてってのも良さそうっすね。いやーちょっとね脳神経のピクピクから始まって、
あ、そういえば山たぬきの半分に切ったのあったわって、ダウンショット用にね作ったやつ、それでそれを試しにワッキーがけでつけたところ連発モードすごいねこれ。こんな、まあ、あとはこの形にまだね見慣れていないっていう要素も絶対あるだろうから、間もなくね本当店頭に並ぶよってなんかアナウンス出てたから、とりあえず出たら一袋買ってね、このお尻プリン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 っていうこの波動、まだねバスがね慣れてないうちにこう早いもん勝ちでね、使ったらいいかもしれないですね。俺も本当これね一粒しか今もう持ってないからね、とりあえず気になるカラーはガサガサガサってね買おうって思いますよ。いや、いろいろ釣れる場所ではあるけど、ちょっとねこの手の動きに魚が変色してくれてますね。もうこの形であることが重要で、今も食ってきたんだけど、お尻の止めてちょっとプリプリって動かすその波動にねえたまらずなんか食いついてきちゃう。すごいねこれで、一応細かいとこだとマス張りの5番ね、マス張りの5番サイズのフックのワッキー掛けでの沈下スピードですごい反応よく、フルサイズでも良さそうだけどね、ちょっとまあフルサイズ持ってないからこの半分仕様でねやってみておりますが、お、食った。もう沈めても食ったね。すごいね山たぬき。おお、また食った。おお、入れ食いになってきました。はい、またまたね山たぬきのワッキーがけ半分カット釣れましたよ。いやー、サイズはね可愛らしいサイズだけど、このね半分に切って、今はね普通に脳神経みたいにスーって沈めたらね、もう躊躇なくバクってね、このね縦割り仕様なかなかいいですよ。もう一匹ぐらい狙えるかな。ねマス張りワッキー掛けセッティング、じゃあこいつは逃がしてあげます。山たぬきフィッシュ、イエイ、ね、ファッてこんな感じで、半分に分割して使っております。イエーイ。山たぬきすごいね、イケイケだよ。普通に沈めてね、この手のもう一匹ぐらい釣れないかな。あー、もう入れ食い入れ食い入れ食い、また食った、よいしょ。はい、また今ね再開開始1投目でね食ってくれましたよ。縦割り仕様の山たぬきの脇掛け、すごいね、いいとこかかってる。今のね食うの見えたから、5番のマス張りでやっておりますが、こんな感じで半分に切った山たぬきでダーンね
プリプリのいいバス、綺麗なバスですね。じゃあ逃がしてあげます。ヤマトヌキピー、イエイ。はい、というわけで帰ってきましたが、実はこのヤマタヌキ動画の中でもね、やっておりましたが、こんな感じね、半分にね、こう切ってボリューム感をね、すごいね、薄い感じにしてるんですよね。これね、コモリプロに冬の12ヶ月亀山攻略の時に一粒ね、あ、これ釣ったやつなんですけども、ちょっと動きなんか撮影するためにね、持って行っていいよなんていう風にね、言っていただいて一粒お借りした大切な、ヤマタヌキなんですけども、こう縦にね、半分に、ちょうどね、切れるような感じでスリットが入ってるんですよね。あ、目的はですね、こうフッキングを良くするために、本当だったらこうフックをね、こう刺して、で針先をちょっと隠しておくっていう真ん中のスリットがあって、でここを中心に、なんだろう、スライスしたら、あ、小型のパトルテールみたいになるんじゃないかなと思ってね、それで霞ヶ浦にね、釣りに行った時にね、半分にスライスして、でそれでもね、ダウンショットでね、結構いいバスが釣れたんですけども、で今回はこの半分にスライスしたヤマタヌキをノーシンカーで使ってみたらね、どうかなっていうことで、で、動画の中でも言っておりましたが、結構ね、こういう、なんだろう、小型シルエットの、ゴリをね、食べたりする、まあ、ヨシノボリであるとか、ハゼとかね、そこをチュチュッチュチュッって動いてるね、そういったベイトを、食べる時なんかにいいんじゃないかなということで、ノーシンカーで使ってみました。で、刺し方はね、ワッキー掛けで使ってみて、そうするとね、これワッキーでね、針で掛けると、横横アクションって言ってですね、こう針のかける位置によって、こう、なんていうか、上流にね、つい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 っていう感じでね、泳いでいく、そんなアクションがね、演出できたり、でそのままね、沈めてこうそこに置いておいたら、お、なんだって感じでね、バスがこう、おっていう感じでね、食いついてくれたりっていうことで、ノーシンカーで使って、さらにこう縦割りにすることによって、まあ、表層で面白いアクションが出せたり、はたまたそのボリューム感をね、ちょっとオリジナルサイズよりこう半分に下げることによって、ちょっとね、見えバスなんかにもね、投げやすいかなっていうね。従来の多分ヤマタヌキであれば、ベイトタックルとかでね、ちょっと強めのラインで、でカバーに入れていったり、ドリフトさせたりっていうね、そんな使い方したいなっていうところなんですけども、この絶妙なね、薄いスライスすることによって、小型、パドルテールといったね、そんな感じで活躍してくれました。で使っていたタックル、今回はね、こんな感じのタックルで準備してみました。これね、コモリプロのステュディオスのですね、スタンドアップっていう、おかっぱりなんかでも使いやすいよなんて言ってね、売っていたモデルなんですけども、ちょっとね、以前のモデルになりますが、これがね、6.2 フィートあって、でソリッドティップでね、穂先は繊細なんですけども、バットの方はこれ結構ね、太めなんですよね。だからまあ、おかっぱりで1本で何でもやりたい、ライトリグね、なんていう時にね、すごい重宝している竿なんですが、この竿実はね、以前に動画でもやったんですけども、ちょっとね、折ってしまったんですよね。これね、わかるかな、このね、もうちょっと長いんですよ、 6.2 フィートなんで。ただね、ちょっとね、先端が折れてしまったんで、こうトップガイドをつけ直して少し、短くしております。これによってですね、まあ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 、修理竿っていう感じにはなるんですが、従来のスタンドアップの竿だともう少しね、柔らかめなんですが、これ短くなったことによって少しね、張りが出てるんですよね。本当はもうちょっとここら辺まで穂先があって、でクイッて入っていくんですけども、それより一ガイド分ぐらいですかね、ちょっと短く、直したんで、これによってですね、独特なちょっと張りのある調子に変わっている、そんな感じになっているので、まあ、なんだろう、
こういう少しライトリグの中ではちょっとボリューム感のある、脳進化なんか、あとは特にそのミエバスが口にねハフって入れた瞬間とかのフッキングがね、ちょっと調子が硬くなってることによってやりやすくなっているっていうね、これでねお気に入りでね、ちょっと直した後もね、こういうまあ脳進化の展開あるかななんていう時にね使っているんですけども、まあ4インチグラムのテールをカットした芋グラブであるとか、あとは線香シリーズでも少し小型めの線香、フルサイズだとねもうちょっと硬い竿の方が針が太いんで使いやすいんですけども、比較的ライトリグででも、オリジナルの山線香ほどではないっていうね、そういうボリュームの脳進化を使う時なんかにねお気に入りで使っております。でリールはですねこれシマノのコンプレックスで、ラインなんですけども、バリバスの PE ラインですね、これですね、0.2 号のものに、リーダー7ポンドのねフロロカーボンのリーダーをつけております。実際にこれその使っていたまんまのね、針とかがついてるんですけども、はい、PE ラインの先にはねこのねフロロカーボンのリーダーがついていて、で実際に使っていたのがこういうね、ガード付きマス針の針なんですけども、ガードはね最終的にはもう表層の展開だったんで、現場でね、ちょん切って、まあ、マス針だけみたいな感じになってますけども、サイズはね、5番のマス針を使っております。で、この山タヌキにですねこんな感じで刺してね、これで、投げてですねひょ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 いってね、シェイクしてくると、表層に浮かんでる時はねちょん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 ってこう上に上に横横横横っていう感じでね登っていくんですよね。でふっとラインテンションを緩めるとこのなんだろう平面のところとかがね水を受けてねなんともね頼りなさげにフラ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 ちょちょちょんフラ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 っていう感じで落ちていくんですけども、まあゲイリー素材ですからね、脳進化モードで沈めて使っていったらもうねそれはねまあどんな形でもバスをねパクってね食っちゃうんじゃないかな、で食った後はモグモグするんじゃないかなっていうところではあるんですけども、まあこの山たぬきのね縦割りチューンだからこのお尻がねまだね活かせてるんですよね。なんかこう自然にこうふわーって落ちていくんですけども、そんな中でこのねテールがこうちょっと持っていてもなんか微妙に、ふわん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 ちょっと動き続けるような、これがね結構いい効果を発揮してるのかなっていう感じで、よく見てるとね、ギルなんかもねいたんですけど、ギルがねここねジュ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 とこうね、しゃぶったりとか、ブラックバスなんかだとねもう丸ごとバクってねこれ吸い込んでくれるんで非常にね、使いやすかったなってね。あとはもう結構ね本当はそのもう羽物いけるかなとかね、あとプラグで、魚釣れないかなとかね、もうちょっと大きなバス釣れないかななんてね、見越していったんですけど、なかなかねもうね魚の反応を得ることができなくて、こりゃ参ったなっていうタイミングで、こんな感じのセッティングにしたらね、そこから、一気にねパタパタパタってね当たりを出すことができたんで、さすがゲイリー素材っていうね、そんな感じで、また、使ってみたいなで、SNS とかを見ているともう間もなくね、店頭にこの山たぬき並ぶそうなんで、自分もこの1本というか半分しかもう持っていないので、ちょっと気になっているねツートンカラーとか、あとは、結構好きなピンク系のカラーとかね、はたまたちょっと濃い系のカラーとかね、いろいろ店頭でね実際に買えるようになるんだなということで、並び出したらね早速自分もいくつか、買ってみたいと思います。はい、というわけで、結構山たぬきに遊ぶことができたんですけど、まあこの一つももらったやつでそうですね、2月の亀山ダムから3月のそうですね、土浦、霞ヶ浦、そしてまあ今回はね、まあ、よく釣れるポイントではあるんですけども、そんな中でもね、ああこういう感じで反応するんだっていうね、まあ一粒持ってるとね非
常に役に立つワームだと思いますので、どうでしょうかということで、はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ゲイリー山本からもう間もなくね、登場の期待のニューワーム山たぬき、これの縦割りカット中ね、これでね、魚がいっぱい反応してくれてやって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。